WRV は、ホンダ技研工業が新興国向けに生産、販売する、コンパクト SUV。2016年11月9日に、サンパウロ国際モーターショーにおいて、WRV 市販予定車が公開された。地域のニーズに合わせた開発をするために、販売地域であるブラジルと、インドそれぞれのホンダ R&D が別々に、開発した。それにより、グレード体系や、 ボディカラー、使用燃料、搭載するエンジン、トランスミッションなどが異なる。また、この車両はそれらのホンダ R&D 発開発の車両でもある。外観上の特徴はフィットをベースに、樹脂製フェンダーやシルバーのスキットプレート、ルーフレールなどの加速が施されている点で、SUV の雰囲気をまとっている。また、フィットがベースであるために列目シートのチップアップが可能である。 ホンダはこれをマジックシートと呼称しているが、この名称は日本ではステップワゴンの3列目シート格納機構に対し用いられている。生産拠点はいずれも販売地域でホンダオートムーバイスドゥブラジルルトダの第一工場とホンダカーズインディアリミテッドの第二工場の2カ所があり、現地生産の形をとる。南米では SUV 市場が拡大しており、ホンダは CRV、CR HRV に続く新たなコンパクト SUV を投入することによって SUV のラインアップ拡充を図った。南米使用者の大きな特徴はフレックス燃料車であることでガソリンとエタノールの2種類の燃料を使用できる。トランスミッションは CVT のみである。グレードは EX と EXL の2種類。上級グレードの EXL には 電動格納ミラーやカーテンエアバッグ、タッチスクリーンのインパネ、GPS ナビ、レザーシートなどが装備される。2017年3月25日にブラジルにて販売を開始したほか、順次販売地域が拡大される計画である。インド使用者には1.2リットルガソリンと1.5リットルディーゼルの2種類のエンジンがラインナップされる。トランスミッションは 5MT と 6MT の2種類。 グレードは SVVX の3種類で、V グレードはディーゼルエンジンのみ、S グレード VX グレードにはガソリンディーゼル両方のエンジンがラインナップされる。S グレードは他と比べて、主に室内装備が省かれる電化版。V グレードと VX グレードの際は小さく、レザーステアリングが装備されるか否かほどの差である。ウィンサムランナバウトビヒクルの頭文字を取った略。 モビリティのデザインに関わる量産開発や先行開発を中心に行うホンダのデザインスタジオ。両社とも全6色だがバリエーションが異なる。会社概要。ホンダ技研工業。2020年4月16日閲覧。2016年サンパウロ国際モーターショーで新型コンパクト SUV、WRV 市販予定車を世界初公開。 ホンダ技研工業。二千二十年四月十五日閲覧。公式サイト、WRV 主要書言、ホンダ。2020年四月十七日閲覧。AB ダポルアウトロアングーロ、コンポニアパブリスタリアマーケオ、E2 種をダズベンダズ、E テスト、ドライブドゥーノーボ、ホンダ WRV。ホンダ。2020年四月十六日閲覧。公式サイト、 WRV ホンダ、v, Honda, 2022 00417閲覧ありがとうございます。